360度いきます。感じまして、模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は鉄道車両金属モデルコレクションの20号14ケースハネフ14型特急北陸を紹介します。こちらは探索団のタッチミーサトルさんからのご提供です。いつもありがとうございます。こちらのレアゴスティーニさんの鉄道車両金属モデルコレクションは全80号で完結ですので4分の1が揃いました。これまでの鉄道の紹介動画は再生リストからご覧になれますので、ぜひそちらも見てください。タンサックのチャンネルではレアゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークものを中心に紹介しています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは早速紹介していきます。頑張っていきます。はい、まずはこちらの箱絵なんですけど、かなり迷子を作り込んであります。なんかね、捨てるのがもったいないです。今回の14ケースハネフ14型特急北陸なんですが、こちらの特徴を紹介していきます。まずは正面のこのトレインマーク、こちらに北陸と書いてあって、海と崖のイメージのロゴになっています。これはなんか星と流れ星で寝れるよみたいな感じかな。この辺がねギザギザしています。はい、それからこちらの車掌さん側、こちらにルーバーがあって床下にディーゼルエンジンによる発電装置を搭載しましたので大きいルーバーを設けました。で、冷却用の空気取り入れ口がついています。そして中に大きな座席があって寝れるようになっています。で、これは銀色の縦になってるやつははしごで2階に上がれるようになっています。はい、真ん中にスハネフ14-30と書いてあります。30は何の数字でしょうか。それから、はい、こちら特急北陸4金沢となっていて金沢行きです。禁煙車の8号車です。後ろも見ていきます。ここには河川注意って書いてあります。塗装の具合も見てみてください。こちらに形式スハネフ14、重量が 39.8 トン、 4.0 と 3.5、 20-2、この20-2の下の文字は分かんないな。はい、ここには四角い何かがあります。なんか収納かな。ここにはね丸い何かがあります。ポチポチ。ここは東奥、寝台数は30です。あ、30でそういう30席のことかな。30人乗れるのかな。反対側も特急リミテッドエクスプレス北陸4金沢金沢行きって書いてあります。で、こっちも8号車の文字があります。細かいですね。こっちはねはしごなしですね。指紋が目立ちます。
あ、この指紋は中の指紋っぽい。パートのおばちゃんの指紋かな。わー、中がよく見えますね。はい、そしてここには B 寝台、三つ星があって細長い窓がついています。はい、上から見るとここはねすごくすっきり何にもないです。でもちろんこの辺は全部ダイキャストでできております。これはね、これは ABS かもしれません。そしてこれは何でしょうか。ここにね初めて見るんですけど、丸いライトかな。こっち側だけ照らすことがあるんでしょうか。これはね説明がありませんでした。この14系のスハネフ14型は20系が進化して、なぜか進化したんだけど数字は低くなりました。でクオリティは上がりました。そして安くなりました。で、まあ、これ20系じゃなくて24系なんですけど、24系、まあ、20系のゴージャス感がカジュアルになって、ゴールドの3本ラインもここに2本になりました。これが人気が出たようです。ただこれは平成22年の3月に運転が終了してしまいました。そして最後の14系は急行ハマナスっていうのがあったんだけど、こちらも平成28年に終了してしまいました。そして終了した14系の客車はタイやミャンマーやマレーシアやフィリピンに譲渡されました。海外では今も元気に走っているそうです。はい、こちらの14系スハネフ14型特急北陸についてはもっと詳しくライブで解説しています。そしてライブでは鉄道にとっても詳しい方々がたくさん補足説明をしてくれていますので、ぜひライブにも遊びに来てください。それでは1号の21号は9600系の蒸気機関車となっています。お楽しみに。それでは14系スハネフ14型特急北陸360度ご堪能ください。鉄道車両金属モデルコレクションの再生リストが概要欄に貼ってありますので、ぜひ他の動画も見てみてください。そしてライブも遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん。また見てね。360度行きます。